紹介していきましょうか。はい、はいはい、まず松岡さんはとにかくテスト段階から 120% の演技で、また突然鼻血を出したり感極まってさまざまな液体を飛び散らしながら演じています。どんな汁を何汁を飛ばしてるのテストは僕プレゼンだと思ってるんですね、うん、そういうのをバーンって言ってバーって出した時に叫びすぎて鼻血がプーって出るっていうやりすぎかもよ。それどうなんだその時は。取った垂れながらトイレ行くっていう。戸松遥さんより垂れ込みです。はい。つぐつぐはリテイク中にテンパったりすると自分で自分にビンタをしながら落ち着け落ち着け落ち着けとずっとつぶやいています。本当に口が回らなくなった時、うん、ハマった時に。一回リセットさせようって思って、うん、打撃に入るんですね顔をねバチーン、うん、俺の筋肉目覚めろと、お前はできる落ち着けっていうのバチーンってやるんですけど、うん、とある音響監督の方に、うん、お前もうあれやめろって言われたんですね、うんうん、新人とかさ入ってきた時にめちゃくちゃ不安になるだろなるね確かに何なのこの現場みたいな感じになっちゃうだろうねうん、うん、続いて島崎信長さんよりタレコミだ。信長はい。アフレコ現場など女子が多い現場だと未だに嘘だろってぐらい黙ります。話せるようになるまで時間がかかってしまう人間なんですよ。なるほどなるほど、でゆうこりんを伊藤美久ちゃんだと思ってちょっと話しかけてみてくんない。じゃあシミュレーションで。松岡くん、おはよう。おはようございます。ダメだね、これはあと半年かかるな。続いての企画はカメレオン声優が挑戦ほぼ一人ホームルーム。イエーイ。